スライダーだったそれを完全に再現できるのがもうできちゃってるので、例えばちょっとこうスライダーの曲がり変えたりとか、まあ、通信の曲がりを変えたりとかっていうのは、まあ、ちょっと意識したい。ピッチング論、ああピッチング論ね。この間12月の時にいろいろ僕にも中島さんにも聞きたいところはあるみたいなことを言ってたんですけど、どういうふうにそのダルはこっちのバッターに対して攻めていきたいというか、どういうピッチングでっていうを抑えていこうという、まあ、結構去年まではこう数字メインという感じであったんですけども、まあ、今年はもうちょっと本当ピッチングという感じで、まあ、今大成さんおっしゃられたように、例えば外の低めのスライダーが弱いんだったら、これをより弱くするために例えば通信インコースもちょっと使おうとか、まあ、カウントによって例えば自分の中でこう縛りを入れない、このカウントではこれ投げちゃダメとか、このバッター打ってるからこれ投げちゃダメっていうのを考えないように今年はしようと思ってて、ということはやっぱり長くその成績を残していくっていうところに関して言えば、自分で変化させないとやっぱ相手も研究してくるわけだよね。あ、ダルの球筋はこうだからこう来たらこういうふうにバット出せば誰か当たるとか、そこに対して変化をしていかないとやっぱ抑えれない、はい、だその辺の変化ってやっぱり自分で考えてる。そうですね、今やっぱり特に結構な球団がそのバッティングマシン、新しいバッティングマシンと入れても、例えば自分の、まあ、スライダーだったらそれを完全に再現できるのがもうできちゃってるので、まあ、その試合前から全部の球をもういつでも何球でも見られるっていう状態なんですよ。だからこうそういうのも含めて、例えばちょっとこうスライダーの曲がり変えたりとか、まあ、通信の曲がりを変えたりとかっていうのは、まあ、ちょっと意識したりとか、まあ、あとまあその毎年終わったら大体今年はどういう球が通用しました、この球が通用してませんでしたってリーグ全体的にそういうの出たりするんで、そういうのを見て、ああバッターのそのがどういうふうにアジャストしてきたかっていうのを見て次の年に生かすっていう感じがしてます。すごいね、やっぱ野球選手は毎年やってんだよ。俺最近思う、よくやるなと思って。もう今のこのデータ野球ってついていくの大変です。でもさ、バッターもそれ全部頭に入ってるから。いや全部入ってない、入ってないよね。なんとなくここっていう時に多分そのそっちじゃなくてもう対ピッチャーにもう全集中してるみたいな感じじゃん、はいはい、大体そうなんだよね。だからまあキャッチャーもそのある程度データは入ってるけども、ここっていう時にそのバッターの状態であったり、まあメンタル的な、ね、どういう考えなんだろうなとかって考えて、であとピッチャーの出来であったり、まあ、そういうのをこう加味しながらキャッチャーも、まあ、俺らは判断 しながらね相手を攻めていったっていうのもあるけど、まあ、それは要するにこっちのキャッチャーはないっていうことなんで、だからその分自分たちで、まあ、そこを感じながらピッチャーがやっていかないといけないっていうところかな。あでもさ、例えばベンチからサイン来るじゃん、はい、それに首は振れんの。あでも自分の投げてる時は来ない。だから、ああそういうことね。ああベンチからはない。ベンチからはその時は僕がコールしてるの分かってるんで、あんまりそのああだこうだって言ってこないですけど、まあ、首振るのはただこっちのコーチたちは結構その選手たち その選択っていうのを尊重してくれるので、うん、例えば僕が振ったらこれ行きたいって言ったら、全然どうぞっていうふうになります。だからその分自分で責任を持ちなさいよっていうことですね。12月話しましたけど、大型契約、6年。ダルが37でしょ、はい、42番ですね。まあなんかこう自分でそのプランっていうかさ、どうなんか描いてますか。まあ、正直個人的なその数字がどうだとかっていうのはないんですけれども、まあ、こういう契約をこの年でしていただいて、まあ、6年間そのノートレードのところにも行かないとここにいますっていうことなので、まあその一選手として、まあ、契約していただいている選手として、やっぱりこの球団のやっぱり価値っていうのをなるべく高めていきたいっていうのがあるので、まあ、もちろんビビたる力なんですけど、まあ、少なくともそういう気持ちを持っているだけでも、まあ、恩返しになると思いますし、はい、まあ、その日本球界とか、まあ、全部 その、まあ、未来 その選手たちに向けてこう、まあ、いい文化をこの球団で作りたいなっていうのは一番思います。まだワールドシリーズは行ってないです。そうですね、あ自分は1回だけ行ったんですか。ああ、はい、だからワールドリーグは持ってないんですけど、ね、そうですね、それはもちろんまあ、チームとしての目標もあります。最終目標だよね。はい、まあ、そうですね、それはもちろん。大切にしている言葉、いやないですね。
ない。大切にしている言葉を特にないですけど、まあ、ただ自分は結構こう割とこう真面目になっちゃうタイプなんですよ。なので、まあ、こうどんどん悪い方向に行っちゃうというかネガティブな方向に行っちゃったりすることがあるので、まあ、よくその妻からこうとにかく人生を楽しんでというのが言われるので、はい、まあ、ちょっとふとした時もうちょっと楽しもうっていうのは思いますけれども、それ以外は似てるな。なんかね、俺もそういうとこあるよ。なんか不安なふうにある。いまだにある。そうなんですか。あるある。いやでも日本ってやっぱりキャッチャー、特に谷繁さんがプレーされた時ってキャッチャーに対するその比重っていうか、うん、むちゃくちゃ重いじゃないですか。そうね、シーズンまでいくと、うん、それだってやっぱりこのこれでもう全てが変わるじゃないですか。はい、その時ってどんな感じなんですか。プレーオフの時のそのプレッシャーとかすごいんですか。あのね、まあ、98年初めて日本シリーズ行った時はもう怖いもん知らん、もう勝てるもんだっていう、そんな感じだった。で2004年、まあ、ドラゴンズ移籍してそっからはもう指が動かなくなる時もあった、でうわこれどうしたらいいのかな。でもうしょうがないアウトローに逃げるしかないとかね、もうそうなる。でその時に2004年にやったことっていうのが、そのデータが来たものと自分が感じたものと違ったわけ。西武戦でやってて、もう一回自分のその、まあ、データプラス自分が感じたものをもう一回洗い出して、でそれをやり続けようと。そっからなんかその日本シリーズで普通に戦える。だからやっぱり自分で何かをこうなんていうのやらないとなんか自信がつかない、出てこない、それは感じたね。寝られなくなるとかあったんですか。あったよ。ああ、そうなんですか。で、あと2011年のさ、はい、日本シリーズ、はい、ソフトバンクでやったんだけど、結局第7戦まで行って俺ノーヒットだった。寝れなかった。ゼロで、7試合ゼロ。へー、だから俺日本シリーズの記録持ってる。ノーヒットだった。へー、そうなんですか。でも出なきゃいけないっていう。あのプレッシャーはかなり厳しかったけどね。まあでもね、その時に思うのが、別にそのまあ変なねあれじゃないけど、死にはしないから、ね、まあ、最終的にだからこんなもんだから、まあ、そう考えるとまあ別にっていう感じだったよ。こう大先生がその現役の時にこうしとけばよかったっていうことありますか、今思うと。ね、俺はね、入った頃、プロに入ってすぐの何年間をもうちょっと真面目にやっとけばよかったなって思うから。でも考え方によっては、そのあまりやってなかった自分がいたからあとできたのかもしれないっていうところがあって、だそこぐらいかな。であとは、レギュラーになってから、なんだろう、この試合は、まあ、休んでいいよとかね、あ、もうここで変わろうとかで、まあ、ある程度順位が決まったら調整みたいな、そういうのを俺やんなきゃよかった、うん、今は、うん、そしたら、まあ、もっと自分のそのキャリア数字的にもっと多分上がってたんだよね。その時にじゃあ例えば自分が将来3000試合出るとか2000本打つとかそういうのはなかった、うん、だからその時その時みたいな感じだったんだけど、それがね、俺はもうちょっとちゃんと出ておけばよかったな、うん、で、あとね、練習に関しては結構やったから、だからあんまりね、そこに対しての後悔っていうのはない。だから遠回りしたことも結構あったけど、でも練習こと練習に関しては、まあ、トレーニングもものすごいやったし、まあ、その当時まだ俺らはまだ半ば過ぎぐらいに行って、ウエイトってそんな主流じゃなかったんですよ。でも俺やっぱ体がそんなに大きくなかったから、とにかく試合、まあ、遠征行ったら午前中はウエイト行って、で、まあ、ちょっと休んで試合、それをずっと続けたの。だから結構きつかったんだけど、だからまあ俺はね、ユニフォーム脱いだ時にはもう本当にこうスッキリ、もうほぼやり残したことなくやめれたんで、だからまあ
最高の野球人生だわ、うん、だからまあなるも多分そういうふうに多分なると思う、はいはい、ないですなんかやあこれ今のところやり残したことないなみたいな、うん、まあそうですねあんまり、まあ、あとはまあとにかくもうチャンピオンだよね、はい、そうですね、はい、そうやっぱ今結果をもちろんこう球速は何キロとかそういうのを目指したり、うん、まあ、そういうどこまで飛ばすかとか打球速度とかあると思うんですけど、まあ、そこだけを求めるんじゃなくてそれをじゃあ達成するにはどういうことをしなきゃいけないかっていうところをしっかりこう勉強した方が自分はいいのかな。そのやっぱりその何もしてないでそこだけ目指すと力んで故障とかしちゃうじゃないですか。だからその前の分例えば、まあ、栄養であったりとか、まあ、休養であったりとかっていうところをしっかり勉強して実行することによって、まあ、今すごくいい先輩その見本となるような先輩例えば大谷翔平選手もそうですし、もうあの山下晋平太選手、もう本当佐々木朗希選手もそうですけど、みんなもうちゃんと体管理しているので、そういうのを見本にしてこう過ごしてもらえるといいのかなっていうのは思ったりしますからね。だから、まあ、今ね誰が言ったように、いろいろやっぱ考えてやっていくっていう生活していくっていうのが今だって。あとは俺後悔してるのあった、思い出した。俺ね小中高ともうちょっと英語勉強しとけばよかった。あそれは後悔してるね。じゃあ話せたらさ、俺一人で普通に来るぜ。いつもそうだってそこもやっぱり壁があるじゃん俺ら、はい、俺はね未だにあるからもうおどおどしちゃいそうになる。いつから喋れる。いやあの来た時はなんとなく言ってることは分かるなっていう感じだったんですけど、うん、まあ、それが2000でも17ドジャースに行った時に、うん、みんなが思ってた日本人以上に自分が理解して喋れてたのですごく喜んでいただいたんですよ。でそこからあこんな喜んでくれるようになったことでちょっとこうトライするようになってからちょっと喋れるようになっていきました。でもまあ全然まだあの完璧でも何でもないんですけど、まあまあ、でもコミュニケーションで取れると思うので。チームメイトで一番コミュニケーション取ってる選手ってどうですか。チームメイトで一番コミュニケーション取る選手みんな取るんですけど、僕結構最近はだからマッチャードが多いですよ。あのサードのマチャドはずっとオフシーズンも彼サンディエゴにいて一緒にトレーニングしてたので、あのすごく仲良くしてます、ね。韓国での開幕、はい、まあ、スタートがね多分そこになると思いますけど、まあ、今年の意気込みをね最後、はい、まあもちろんその去年怪我してしまったので、はい、あの今年は怪我しないようにっていうところもあるんですけど、まあそのまあ、さっきの話したように配球とかでも、まあ、その私の、まあ、そのなんてもうちょっとその1打席だけじゃなくて2打席3打席対戦するっていう体でいろいろちょっと配球とかやっていきたいなというのもあるので、まあ、怪我しないっていうのと、まあまあ、1年間ちゃんと先発としてあのよく投げたねって言われるような成績で終わるようにやりたいと思います。もう、まあ、いつも言ってますけどかけながら応援します。ありがとうございます。もう日本人ナンバーワンピッチャーですから。もうあ、そうだそうだ、それもあった、はい、待ってますよ、はいはい、あと 4、マー君が3つだから、はい、うん、まあ、なるのが先にやってくれるね。マー君、まあ、マー君なんかでも今年良さそうだから、ね、あ、そうです、ね、はい、まあ、頑張ってください、はい、いや、本当に時間をとっていただいてありがとうございました。ありがとうございました。